疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、坂本さん。ちょっと今日もう絵が怖い、最初のもうこんな僕らのしょうもない企画に絵が怖いです。絵が俺ら連れのためなので。あー、連れのためなんですよ。すいません。今回の企画なんですけど、はい、僕らがもう辞めて坂本さんの元で働くって言ったら、そうですね、社長がどんな反応するかっていう企画なんです。そうですね。これ坂本さんがいるの成り立たないですもんね。経営者のスラッとした方だったら社長多分勝っちゃうんで。そうそう、圧力に多分言われちゃうんで。僕らも初発からね、ジョーカー出して坂本さん結構ガンガン行っちゃってもいい感じ。あ、そうですね、全然行ってください、はい。もうバチバチやっても、そうですね、そうですね、変わりました。逆にいつもケチョンケチョンに僕らやられてるんで、社長はケチョンケチョンにやられてるんで、やってみたいですけど、一回ちょっと言い任せるように頑張ってみますので。はい、あ、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。どうした？です。あれ、坂本ちゃん、お疲れ。お、パスワード、お疲れ。どうした？ちょっと話があって。あ、話があって、はい、ちょっと気になって。話があって、とりあえず話は聞いたって。はい。いや、まあ、単刀直入に言うと、まあ、やめます、会社。会社やめます。どういうこと？ちょっと、会社ちょっと、やめようかな。どういうこと？いや、すみません、ちょっといろいろ考えたんですけど、はい、もう会社やめようと思って、で、坂本さんのところで、面倒見てもらうことになって、はい、そうっすね。どういうことって、やめるとこ、会社。はいはい。坂本ちゃんの方だろ。ちょっとね、俺のところに話聞きとってさ、ちょこちょこ、まあ、2、3ヶ月前ぐらいからちょっと相談させてもらってて、でも一緒に今飯行ったりとかして、まあ、いろいろちょっと愚痴を聞いとんだ、俺の方で。どういうこと？意味が分かんないよ。お前も？そうですね。3人とも？はい。お前会うか。なんかそういう相談しようと思って、やっぱ圧力がやってくるんで。当たり前やるんだよ、この仕事しようなもんで、圧力かかるな。お前そんな大きい声出すなで。あ？お前関係に子供見てやるんだろう。子供見てやるもんなもんで怒るんだよ。だったら落ち着けても一回座れて、話聞けて。ちょ、どういうこと？俺なんで坂本ちゃんのところで働くところ？はい。は？俺のところにたまたま足場の話が来とってずっと断っとったんだけど、うん、そしたらもうこういうふうに話を聞いて、うん、で、まあ俺もちょっと連れだけど、まあここまで熱い気持ちがあるんだったらやらしてみようかなと思ったんだ。いや、おかしいだろ、お前ら。まだ僕らの方からやらせてくださいって。龍二、これ舐めとんのか。その圧力はいかんだって。そ、当たり前やん、これ筋おかしい。いや、お前社長だろ。じゃ社長どうの、これ関係。社長だったらもうちょっとお前大きく折れて。いや、納得できんでしょ。お前、YouTube どうすんやん。 YouTube は、今のチャンネル名を、うん、名前変えて、坂本さんのところで新しくやらせてもらいます。あ、そのまま持ってって、名前だけ変えます。どういうこと？チャンネルを、塗り替え道場じゃないですか。それを、それお前もいいよって言ったの。まあ、僕らも YouTube やりたいんで。 YouTube 持ってくの？はい。お前ら、それ無理だろ。もともと、僕らの現場で回して、撮っとったやつなんで。いや、はっきり言えばこの子たちのもんだから、YouTube は。じゃあ、いくらかかっとると思ったの？ダメだらかんで、坂本ちゃん。まあ、いくらかかってるか俺は知らんけど。お前ら、なめとんのか？どんなにかかっとるか分かっとんだろ、お前ら。じゃあ、俺は金払ったるわ。いくらなんだ？いや、もうさ、1000万、2000万じゃ無理やね。じゃあ、5000か。5000、まあ、ええよ。ちょっと、その話はいいわ。じゃあ、お前ら、どうすんやん。で、本当に YouTube 持ってたら無理だぞ、これ。納得でいいんだ。もっと僕らが作ってきたんじゃないですか。じゃあ作ってきたかどうか関係ねえよ、お前。機材とかは確かに社長がやってくれたんですけど、作ったのはこっちだろ。あ、そうで、僕も、まあ、YouTube 悩んでて、まあ、やりたいことやれなかったりとか、圧力が数字で圧力かかってきて、こういう相談がやっぱできんかったところを快く相談を受けてもらって、まあ、僕もこの人の下だったら YouTube もっと頑張れるなと思ったんで、もっと伸び伸びとやらせた方がいいぞ。いや、おかしいやろ。せっかくここまで伸びとることなんだで。じゃあ坂本ちゃんさ、ね、俺もずっとさ、中学の時は連れてさ、うん、ね、こんなね、うちの従業員ってさ、相談みたいなのか知らんわ。ほんで俺のところでじゃあ引き受けるわって。じゃあ言っとることおかしいやんけ、おめえ。こら、いやいや、ちょっと待てて。おちょくっとるやろ。おちょくってねえよ。なんで？
おちょくっとるわけねえだろ、この子たちの未来の考えるだけだろ。いや考えてない、自分のこと考えてるわけでしょ、自分の将来考えてるだけでしょだろ。納得できんよ。いやこの子たちに任せっきりだって、お前金儲けて考えるだけだよ。違うだろ。あ、お前らの相談してお前騙されるだけだぞ。いや、もう、なんでやろ、ね、喧嘩売っとんか。喧嘩売っとんか。喧嘩じゃねえだろお前。何や、あ、何や、ほら何や。まあ、まあ落ち着けて、今この子たちのこと喋っとんだろ。そうだよ、お前やったんぞ。まあいいや、座る前、座る前、その男にやってきたいなと思って。は、前はそんなのやめてけよ、今まあ、それで諦めろ。前はもうやめてけよ、前よ。はい、まあ、ただ、ま、YouTube も持ってきゃいいけど、まあ、金の話するわ。まあ、納得できんよ、俺も。まあ、後で金の話してくれ。うん、話してくれ。やめてけよ、お前。やばい、すいません。じゃあ、行こうか。そこなったわ。まあ、行こうか、行こうか。今、お世話になりました。お世話になりました。お世話になりました。最高。失礼します。お疲れ様です。やばいめちゃくちゃ。まああいつの性格知っとるけど、はい、ちょっとやばいかもしれんな。やばいっすか。やばいっす。まあ、なんとかして、まあ俺もあとは知らんけど。あ、俺もあとは感知しんで頼むよ。いや、今俺帰るで。あ、じゃあ謝りじゃあ一緒に俺も、すいませんすいません、ちょっといい、ちょ僕らじゃあほんとクビになっちゃうんですよ。ほんとクビになりそうです。マジで。じゃあ謝りに行こっか。すいません、マジやべえ。あ、ハーフブー、ハーフブー、その話よ。いいカメラ回っとんな、お前ら。すいません。あ、何ドッキー、なんでカメラ、お前もどこに隠れとったの、ほら。おい、圧力が、これだ、やっぱこれだ。この圧力だ。何が怖いって、サンゴちゃん脱いだ時、あ、ちょっとやばいかなと思って。あ、サンゴちゃん脱いじゃった。いや、ちょっと俺もチーンって引いただろ。お前や。ボクシングやってるしな。何のドッキリや、お前。サカモちゃんまで巻き込むな。やめるドッキリって。やめるドッキリ。社長の顔がマジだった。マジだった。マジじゃねえだろ。この首輪5000万出して言い出したから。多分この人あるし。多分出しちゃうし。視聴者皆さん、また叩かれるよ、これね、お前に。はい。何で最近俺を計算するんですか。数字伸びるで。数字で終わるとるもんね。やめてけよ、お前ら。ただ、さまさまお願いします。あったね、あったね、紹介するわ。いやいや、やめてけよ。お願いします、こっちや。ねえ、初めてちょっと俺もう手が震えといて、ちょっと怖かったって。俺普通なんかクマみたいな。おおーって。今日はあのメインですね。海藻屋だね。海藻屋、海藻屋です。海藻屋の坂本ちゃん、あの重機とか運べる。意識、会社は意識、意識、意識にあります。内容庁にありますね。内容庁、内容庁。でこの辺の港区の人はなんで調べる？ネットで。ネットはね、調べても出てこんと思うけど、あの誰かに聞いてください。あ、まあ電話番号載せます。で電話番号とちょっと会社名だけ載せますんで、もし興味ありましたら。会社、重機とか全部運べるでしょ。あ、全部運びます。よろしくお願いします。なんで俺はこんなまとめないかな。すげえ、すげえだろお前。怖いしよ、もっと。ちょっと、おっぱいみたいなやつ。やばいね、これ、お前。こんな格好で来られて、お前、服着てたから。すごい。生で見たな。ま、座ってくださいみたいな。俺も取れなさいとこ映してる。ふざけんじゃねえぞ。まあまあ、取れたか。あったね、あったね。ふざけんか、お前。はい、じゃあ、はい、締めてよ。はい、今日も無理だ、これ。はい、じゃあ、今日もね、あの社長をね、懲らしめれたんで。そうですね。またちょっとね、また今後もね、どんどんね、バンバンちょっと懲らしめていきます。そうですね、社長。あ、社長も名前だから。首にならない程度。程度にね。はい、チャンネル登録といいね。お願いします。お願いします。また見てねー。また見てね。
こいつの顔がマジだったもん。いや、もしかしてドッキリかなと思ったけど、こいつ絶対そんなことできるタイプじゃないじゃん。なんかもうマジで俺になんか申し訳ないみたいな顔して、俺はずっと飛んでくるからって、あ、これマジだわこいつらと思って、坂本ちゃんがしかもさ出てくるってさ、どういうルートでお前らネットワーク使っとんの。まあいろんな、いろんな、まあいろんな、ふざけんな、社長の名前の人勝手に見てるから他に繋がってる、女の子の名前しか出てこんだろ。いや、結構別人、めちゃめちゃめちゃくちゃゴリゴリの、ゴリゴリのおっさん、こいつの目は分かったな、あれ視聴者も見れるから。いや、見てなかったんで、僕らもずっと社長の方見たんで、もうずっと社長の方見るしかなかった。なんかお前がもうなんか、本当にすいませんみたいな、なんか顔しとるもんね。社長って顔したからバチバチやべえのそこで立った時に面白いドッキリ企画だね。